はい。皆さん、こんにちは。デロイトトーマツベンチャーサポートの斉藤です。今日のモーニングピッチチャンネルはですね、大企業内30代社長になる3つの方法と題しましてお送りしたいと思っております。モーニングピッチチャンネル、どんなものかと、ベンチャーの社長さんですとか大企業の中の挑戦者、まあこういった方にですね、今必要なコンテンツをお届けするというテーマでやっている番組になりますので、チャンネル登録いただければと思っております。そして、 私の方ですね、簡単に自己紹介しますと、デロイトトーマツベンチャーサポートというベンチャー企業を支援する、大企業の新規事業を支援、そして政府のイノベーション政策を支援する会社をやっております。で、私自身ですね、ちょうど10年前に、このデロイトトーマツベンチャーサポートという会社をですね、社内企業をしまして、今10年になるんですけれども、まさに私自身もですね、36歳の時に社長になりまして、大企業のアセットを使いながらベンチャーのスピードで、 社会を動かしていくかというところの可能性をすごく感じてますので、今日はですね、大企業30代社長になるための3つの方法、お話をしていきたいと思っております。で、ベンチャーサポートはですね、まさに2025年までに大企業内30代社長を300人に増やすということを掲げております。まずあの、ベンチャー企業の支援しているとすごく感じるのが、いかにですね、ベンチャー企業のサービスがいいサービスであっても、大企業側にですね、 素早く動ける。そして決裁権をですね、持っている現場が分かる方というのがいないとですね、なかなか協業が進まない。そこで、大企業内で決裁権を持ったですね、この社長。まずは30代で社長をやって、で、40代で大企業全体のトップになっていく。まあ、こういう社会変革を起こしていきたいと思っております。まずあの、よく就職活動なんかで、Will, Must, Can という言葉を聞くことが多いと思うんですね。まあ、会社からこれやってくださいという Must とで、自分がこれできますという CAN。 このマストとキャンでですね、生きていくということが多いと思うんですが、ベンチャーの起業家ですとか、大企業内の新しいことをやっている方はですね、このウィル、ご自身がですね、社会でどんなことをやりたいのか、これを語りながら、いろんなスキルがあるキャンを持っている方の集めて、力を借りながら、これがまさに起業家的な生き方なんですね。この生き方を大企業内でやっていくべきだというふうに私は考えております。こちらの図、大企業の中で、 これやってねと言われることがですね、縦軸の会社のミッションということになります。一方で、自分自身のミッションが横軸になるんですけれども、おそらく多くの方はですね、大企業の中でこれやってねと言われることを7割ぐらいこなしながら、自分の中でやりたいことを2、3割やる。まあ、この白の三角の方っていうのがですね、多くの方の実態なんじゃないかと思うんですね。ただですね、大企業の中でこれやりたいというものを会社の力を借りながら、会社に評価されながらやっていく。 この星のポジションに行けるとですね、社会を大きく変えながら自分自身のやりたいこともできるという形になっていくんじゃないかと思ってまして、失礼を挙げますと、 今 JR 東日本から社内ベンチャーという形で起業されている阿久津さんと。で、阿久津さんはですね、JR 東日本とサインポストというですね、ベンチャー企業で、ジョイントベンチャーをですね、立ち上げと。38歳で30代社長。今、新高縄の新薬でですね、無人コンビニのベンチャー企業などを立ち上げられてですね、かなり面白い事業をやっています。 SMBC がね、弁護士 .com で作った SMBC クラウドサインというベンチャーがあるんですが、こちらも37歳のですね、三島さんという社長が、ね、実際に事業を立ち上げられてです、ね。契約書のデジタル化に取り込まれてるということもあります。こちらにあるように、30代社長を配置した会社というのはすごくたくさん出てきてるんですね。特にこの1年で出てきてます。30代社長になる方法、端的に言うと3つあるんですね。 すでにある会社に30代でですね、まあ社内昇格みたいな形で抜擢されるというのが一つ目です。今回ですね、お勧めしたいのが後者の二つのやり方でして、一つはですね、社内新規事業制度のようなもので、30代で社内企業すると。で、もう一つがですね、先ほどのベンチャー企業に出資をするような形で、ジョイントベンチャーでですね、会社を作っていくという形になります。 まさにですね、今、大企業がベンチャー企業に出資するというのが増えてますけれども、単純に出資するだけだと事業生まれないと思うんですね。これを実際にジョイントベンチャーにして事業を作っていく。まあ、この形含めて、大企業内で新規事業制度で事業を作っていくこと。あるいは、ベンチャーとジョイントベンチャーで作っていく形。まあ、ここをですね、ぜひ皆さんもご検討いただければと思っております。 後の動画ではですね、実際にどういうふうに立ち上げていくのかというところも含めてやっていきたいと思いますので、まずはですね、30代社長に皆さんもですね、キャリアとして目指されて、で、実際にここからですね、中の30代、40代でですね、大企業のトップになっていく。あるいはですね、場合によっては外に出てですね、カーブアウトしてですね、ベンチャーの社長としてやっていくというキャリアがですね、これから面白くなっていくと思いますので、ぜひご検討いただければと思っております。